こんにちは。もう人によってはこんばんはの時期だと思うんですけど、どっちでもこんばんは、こんにちは。ちょっとコメントを見ながら、あーこんにちは、嬉しい、コメント見えました見てください、今日はこんなに可愛らしい服装を着せてもらって、しかもあのこの大きいリボンもつけてもらいまして、今回の写真集のあのイメージがふわやかなので、ふわやかな衣装を着させてもらいました。どうですかじゃあ挨拶します。乃木坂46ゆみきのファースト写真集発売記念スペシャルはい、皆さんこんばんは、乃木坂46のゆみきなおです、よろしくお願いします。まあすごい緊張しております。やっぱり何人かでしゃべるお話することはあっても、一人であんまりお話することも少なかったので、すごいドキドキしちゃう。みきちゃんが写真集びっくりですよね。本当私もそう思いました。私も聞いた時は本当にびっくりして、でもあの私に写真集をお伝えしてくださった方がものすごく真面目にお話ししてくださったので、あ、これは現実なんだと思って、それで再確認したくらい本当びっくりしました。一緒ですね写真集本当おめでとう、ありがとう、嬉しい。なんかこう写真集のショールームをできてることも本当夢のようで、ずっと見てたので、その先輩方とか同期がやってるのをすごく見てて、なんか私はまだ無理だな、頑張、もっと頑張ろうってすごい思ってたので、こう本当に夢のよう、自分のためにこう衣装もメイクもしてくださって、いっぱい用意してくださったのも本当夢のようなんか感極まっちゃいそう念願の写真集だね。そうなんです、ありがたい、嬉しい、うん、今日はあのサイドポニーにしてもらいましたよ。私の元祖と言っても過言ではないヘアアレンジなんですけど、私はライブとかでよくヘアアレンジをするので、あのこれが先輩の可愛いなって思う髪の毛を見て、あのメイクさんにこれやってくださいって言ったのが始まりだったんですけど、じゃんどうですかどうだろう、コメント可愛いぞ、え、ありがとう、嬉しい。なおちゃんのヘアアレンジ全部可愛い、嬉しい、メイクさんに言っておくね嬉しい、ありがとう。じゃあ、あ、そうそう、この番組は私乃木坂46ゆみきなおのファースト写真集が7月23日に発売されることを記念して配信することになりました。写真集のお話にいろいろあのしていけたらいいなというふうに思っているので、最後までお付き合いよろしくお願いします。早速ですがハッシュタグを決めたいなと思います。あの番組の感想を X で投稿する用のハッシュタグを決めたいと思います。あの写真集をこう発売するよって決まった時に、あのゆみきのファースト写真集っていうハッシュタグをたくさんの方がつぶやいてくださって、本当私の想像以上ですごく嬉しかったです。なので今回も皆さんと一緒に盛り上げていただけたらなと思うので、ハッシュタグ何がいいですかね。私が思うこともあるんで、あのそれ私発表した方がいいか、あ、そう、ふわやか、そうなんです、ふわやかを入れたら和やかに、そのね、タイムラインとか和やかになるかなとか思ったのでいいかなって思ったんですけどゆみきなおの足先だって、あ、それラビット見てくださったんですかね、ありがとうございます。ふわやか和やかすごいいいね、言い踏んじゃって、おお、え、ふわやかゆみきもいいですよね、なんかキャッチーだし、ふわやかゆみきにしようかな、ふわやか和やかゆみきだって、え、すごい、なんか歌みたい、すごい。じゃあ、うん、どうします、最初だしふわやかゆみきっていう簡潔にしときますか。
いいですか、賛成って言って非賛成は言わないでっていうわけじゃなくて、賛成だったら教えてください。まゆかゆめきいいかな、いい、あ、賛成、おー嬉しい。じゃあふわやかゆめきにしたいと思います。大きくかけますよ、ハッシュタグ、あ、大きさ間違えちゃった、いや、いや、か、ゆめき、はい、じゃん、ハッシュタグふわやかゆめきでお願いします嬉しい、どん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 、お、賛成お、嬉しい、じゃあ、皆さんどうぞよろしくお願いします、決定しました、嬉しいな、時期で、うえ嬉しい、実はお習字習ってたんですよ、でも最近書いてなかったから、あれ、あ、落としちゃった最近書いてなかったから嬉しい、字バイバイミキでお願いします。じゃんじゃん、早速ですが、あ、そうだそうだ、そしてこのショールームのご覧の皆様のためにプレゼントを用意しました。画面のカートボタンを押してショップルームにて写真集を予約していただくと、特典としてこちら、ポスター、ポスターをプレゼントさせていただきます。わーい、嬉しい、ポスターです。この特典は今回の配信のみですので、ぜひお早めにお買い求めください。今回の配信じゃなくなってしまったら、もうこ の, ショットは手に届かなくなってしまうので、もしよろしければぜひ、お、ちょっといただいてほしいなって思うんですけども、これはあれですね、ちょっとね、接近したような感じもしますし、これを何、この左手に立っていただいて、座っていただいて、こうお互い寄り添って座るっていうこともお試しできちゃうっていう特大セットなんで、それも試してみてくださいはい、そう、しかもね、この今書いてないんですけど、このあと直筆でメッセージを書いて皆さんのもとにお届けしたいなっていうふうに思うので、届いたらいいな、この気持ちっていう感じです。あ、ワクワク、あ、そう、新芽を作ろう、これをね、結構いい感じの新芽が作れそうな予感がするので、もしゲットして新芽を作ってくださった方、私にぜひ教えてくださいうん、あ、そう、直筆プリント、直筆プリントを書きますので、うん気持ち届きそう、あ、よかった、丹念込めて書きますんで、新芽します、お、嬉しいわーい、楽しみ、嬉しい、ありがとうございます、美脚、あ、美脚、嬉しい、よかった、そんなになんか美脚とか言われることも少なからずあるんで嬉しい嬉しい、ありがとうございます、そうそう、あ、では、ま、写真集についてトークしていきたいと思います。ですね、写真集の見どころ、今回はタイのプーケットに お出かけ皆さんと一緒にしまして、撮っていただいたんですけれども、打ち合わせで一番最初にどんな風な写真集がいいですかって言われた時に、私がふわやかな写真集にしたいですっていうのをお伝えして、最初は多分本当にこの打ち合わせの場所にいる全員がふわやかっていう、本当ハテナがいっぱい飛び交ったんですけども、私も一生懸命説明して、皆さんも一生懸命汲み取ってくださって、本当に私のふわやかが実現しました。しかなん、この写真集、私なんだろう、元々そんなに自分にめちゃくちゃ自信があるっていうタイプではなくて、
そんな、あんまりないんですけど、でもどうにかこうにかなんかそれを隠そうって思いがちな性格だったんですけど、この写真集を作るにあたって本当に皆さんが私の発する言葉とかを全部汲み取ろうとしてくださったり、なんか美味しいご飯をあの私に与えてくださったり、なんかなんだ全部本当に写真決める時とかもこれでどうかなって聞いてくださったり、あんまり自分の意見を言いづらくてもそれを受け止めてくださる皆さんだったので、ヘアメイクとかカメラマンさんも本当に私をその時ばかりは主人公にしてくださって、すごく経験が、まあ、兄弟も多かったのであんまり主人公っていうタイプではないので、すごく夢のような時間でした。なんかすごく感極まりそう、ずっと感極まりそうなんですけど、はい、そんな感じなんです。うん、主人公、そう、ミミキさんの写真は買わなければなりません。ありがとう、嬉しい、感動しそう、そう、本当にずっと感動しそう、本当家からずっと感動しそうだった。今日18時から開演、あのショールーム開演でしたけども、もうずっと感動しそうでした。うん、あ、そう、ファースト写真集意気込み発売、どうですか皆さん、どういう気持ちでお過ごしですか。そう、このタイのプーケットは行った時全然なかなか晴れの日がなくて、本当にあうん、なんていうんだ、あうんが立ち込める時間だったんですけど、もう本当に私ドキドキして、あ、いつお日様ってあの挨拶できるんだろうっていう感じだったんですけど、まあ、晴れも ありつつも雨もありつつ曇りもありつつで、結構全制覇させていただいたので、それはいい経験だったんじゃないかなって思いますし、皆さん写真集開いてあの天気とかも見てほしいなって思いますね。本当にいっぱい、まだまだ多分これから公開していく写真はいっぱいあると思うんですけど、本当に自慢したい写真がいっぱいあります。もう早く見てほしい写真がいっぱいあって、早く言いたいなって思いますね。そう、天気、それだけバリエーション豊かってことね。そうなんです、これを見ればこれからタイのプーケットへお出かけされる方とか、あ、こんなところあるのかって思ったりあのしてくださる方もいると思うので、ぜひぜひあやねちゃんに見てもらう、あ、そうなんです、もう本当ずっと連絡を取らせてもらってて、今回あの写真集の発売発表の12時きっかりまでドキドキするねって2人でずっと連絡取ってて、でも一番にあやねさんにはお見せしたいなっていうのはもうずっと思ってて、あの相談も乗られていただきましたし、しかもあの私の打ち合わせに同行しようかって本当何度も言ってくださったぐらい本当に力強い先輩で、うん、めっちゃ嬉しいんだ。その先行カットもあの発表されても、あ、これめっちゃ好きっていうのを一番に連絡をくださったり、私が寝れなくてドキドキするのは当たり前のことなんですけど、あやねさんまで寝れないし起きとこうかなとか言ってくださったり、今から電話しようかって言ってくださったり、本当に面倒見の塊なのでありがたいです。そう、この写真集はね、いろんな気持ちがこもった写真集になるかなって思います。うん、そう、あのこの写真集の先行カットも、あのこのポスターもメンバーでたった一人しか見たことがなくて、それは誰だと思いますか。急な、誰だと思いますか。
お、カッキー、マユタン、マユタン、マユ、マユ、マユが多いな。クロミン、お、誰だ、カッキー、コンノさん、いや、コンノさんは見るだろう。うん、レイちゃん、お、アルピンさん、そうね、マユタン。じゃあ正解発表いきますよ。ドゥ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 、カッキーです。そう、カッキーが唯一この先行カットもポスターもカッキーが唯一一緒に見てくれたんですけど、一緒に褒めてくれて、カッキーがなんか大丈夫かなって、その皆さんにお見せするにあたって喜んでくれるかな、大丈夫かなってすごい不安な気持ちでいっぱいだったのを、カッキーとか一緒にいるマネージャーさんとか、なんかえめっちゃいいじゃんってすごい反応をくれたので自信になりました。嬉しかったです。そう、カッキーと一緒にいましたよ。カッキーの写真集もすごい大好きだから、なんかカッキーの写真集みたいなね感じになりたいなとも思いますし、あとね、眉の写真集も私すごく好きなので、そうずっと言ってたの、眉の写真集みたいな写真集になったらいいなとか、カッキーみたいな写真集大好きだなとか、サクの写真集もね、同期で言ったらすごく大好きなので仲間入りできたのが嬉しいです。はい、家族はなんて言ってた？あ、もう家族はもう 大万歳で、もう私よりも多分喜んでくれてたし、なんか私よりも前準備というか、なんかあのパックしなさいよ、お肌の調子を整えなさいよとか、すっごくなんか口、ね、口しゃべりがすごくなんか滑らかにしゃべってくれて、すごくなんか なんて言うんだろう、心強かったです。家族がいての私なので。家族、そう、絶対お母さん、そうなの、お母さん、おばあちゃんがすごく、あのお姉ちゃんもすぐに、あ、予約したよって言ってくれたりとかして、すごく嬉しかったです。家族にも恩返しできてたらいいなって思いながら、マナ娘、一人娘ではないんですけど、まあ、一人娘みたいなもんなんで、すごく嬉しいです。弟さん、あ、弟も、あの私弟は陳列な意見でも全部真正面からぶつかってこいっていうのは日頃から言ってるんで、そのもう絶対正直に言葉をかけてくれるんですけど、それでも、え、めっちゃいいじゃんって言ってくれたのがすごい嬉しかったです。ドキドキ、これからなんか公開される写真もまだ家族にも見せてなくて、メンバーにもそれこそ見せてないので、皆さんと同じタイミングで知ってほしいなって思いつつ。いい反応してくれ、そうなんです、家族は味方なので。家族全員買ってもらう、そうですよね、私9人家族11人住みなんで、うん、父上も、あ、そう、父上もあの連絡をくれましたよ、すごく嬉しそうで、あのお父さんの方のお母さんにもあのプレゼントしたいねって言ってくれて、会う口実ができました。久しく会えてないのでちょっと会いに行きたいです。ラビット見た、あ、ありがとうございます。そう、川島さんが写真集出るんだよねってあのお話を振ってくださって嬉しいなと思って、あのクッキーさんとか近藤千尋さんとかもあの何 CM 中じゃないわ、あのおや番組終わってからも、あ、出るんだよねって言ってくださって、すごい嬉しかったです。皆さん知ってくださってて嬉しかった。金曜日のメンバーに見せたい、ねえ、お見せしたい、ぜひぜひ、まこさんも見てほしいな。ゆみきなおがトレンドになって、え、本当に、いい、やった。嬉しい、本当に、え、本当、嬉しい、本当ですか、誰か一緒、誰か本当に嬉しいね、うん、ありがとう、ありがとうございます、嬉しい嬉しい。そう、あのいっぱいね、ご飯、現地でご飯も食べまして、あの辛いものが基本多かったんですけど、私辛いものがなぜ苦手だったんです。あのガパオライス、本場のものを
ちゃんと食べて、なんかシャクシャクしたっていうか、食感も私が作るガパオライスと全然違ってジューシーだし、すっごい美味しくて、あれどうやって作ってたんだろう、聞けばよかった。なんかめちゃくちゃ美味しかった。店主の方もすごいいい方で、素敵な方で、なんかちょっと何、まあ、レストランみたいなところで食べることもあれば、なんか路面に面したところで普通に食べることもあれば、撮影終わってから食べることもあったので、すごいなんか初めての経験すぎました、全部が。まあ、もちろんプーケットにも行ったことないですし、あんまり海外進出もしてないので、すごく嬉しかったです。いっぱいいろんな経験をしましたお土産買いましたよ。メンバーにも買いました。何買ったかな、あの紅茶、お茶かな、あとは海苔買いました。楽しかったなパクチー、あ、そう、パクチーも私食べられないんですけど、私の周りのスタッフさんパクチー食べられる方もいたので、食べてたかな、パクチー食べてました、よかったそう、パクチーもありましたよ。私はちょっと食べれなかったんですけど、海苔って海外にも、あ、ね、海苔ありました。しかも有名な海苔なのかな、うん、あとはなんかカメラマンさんおすすめのシュッとしたらスーとなるやつ、あの薬局のやつなのかな、あの鼻に入れたら爽快が広がるなんて言ったらいいんだろう、まあ、薬局のものなんです、多分薬局のものなんですけど、あのそれを大量に買って、あの皆さんに配って、そしたらあのメイクさんがなんとそれがとても好きな方で、プレゼントしたっけな、まあ、覚えてないんですけど多分したと思います。してなかったら言ってください。そう、メンソール的な、そうそうそう、メンソール的なやつです。初めて知りました私それでんあ、ちゃんとあの、はい、法人の取ってますんで大丈夫ですよ。はい、そう、あ、トレンド入りしてますか、嬉しい、本当、んやった、嬉しい、ありがとうございます。シャワーどうですかそう、シャワーね大変だった、なんかやっぱ何、お家で使ってるシャワーとはまた別だから、あのしかも仕切りもあるから、その仕切りからどう水を出さないかっていうのをね、試行錯誤 しましたよ私はえ、皆さんどういう気持ち、嬉しい本当に夢みたい、うん、新しい世界、そうそう、新しい世界流してもらってます、うん、そう、嬉しいよね、なんか本当に嬉しい、どうしよう、夢みたい、うん、あ、音楽のトレンドに入ってるんですか、ゆみきの音、ほわやかゆみき、え、嬉しい、私音楽のトレンド入ってるんだ、ありがとうございます。まあミュージシャンでもあるから嬉しい、ありがとうございます、うん、いつ頃行ったかな、いつ頃まあ、うん、そう、時折、うん、なんかご相談にお任せして、あのあなたが行った時期だって思えばそこで行ってますんで、うん、はいタイ楽しかった、そう楽しかった、嬉しかったですよ。また行きたいなって思うような国でした。楽しいね。なんかいっぱいその写真集をするにあたって、なんか皆さんにいっぱいお届けしたいなって思うし、なんか、うん、今までそのあんまり自信なくて言えできなかったこととか、なんか言えなかったこと、実は私そのピンクとかそのプリンセス系がすごく好きなので、でも他のメンバーの方が似合うだろうなとか思って、あ、この衣装じゃない方を選ぼうって思うこともあったので、なんか今回ばかりは皆さんになんか私の好きなこととか好きな世界観を
共有したいなと思うので、いろいろ発信していけたらいいなって思います。ブログも書いてるので明日送ろうかなって思ってるので、ぜひ見てください。なんかその写真集にあたっての気持ちとか、あんまり言葉にするのはちょっと苦手なので難しいかもしれないけど、文章では結構度重なる時間をかけて書いてたので、すごい伝わってたら嬉しいなって思いますね、うん、お姫様似合うよ、お嬉しい。うん、嬉しいな。そうなの、めっちゃ素敵。あ、嬉しい、よかった。さあ、タイトルはまだなので、皆さんもワクワク楽しみにしていてください。私自身もワクワクしてるので楽しみにしていてください。お、ではでは、続いポスター、あ、そうだ、ですね、ポスターのこと言いますね。この画面のカートボタンを押してショップルームにて写真集を予約していただくと、特典としてこちらのポスターを漏れなくプレゼントいたします。この絵柄の特典は今日限定なので、ぜひお早めにご予約ください。はい、ということで続いてはこんなことをやります。先行カット解説、うーん、イエーイ。では解禁された先行カットを見ながらお話ししていこうかなと思います。まず1枚目の先行カットはこちら。おお、じゃじゃん、真っ赤なワンピースに身を委ねという風になっておりますが、これちょっとパッと見どこで撮ったんだろうって多分思われる方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、これ実はカフェになってるんですよ。そう、カフェになってて、カフェの目の前になんか池かな、その、ね、水分いっぱい含んだところがあって、そこになんか葉っぱに見立てた、あ、ハスの葉だ、ハスの葉がいっぱい置いてあるんです、浮かんでるんですね。めちゃくちゃ幻想的で、なんか すごい場所だったんですけど、そこで撮らせてもらって、結構観光客の方もいっぱいいらっしゃって、並んで私も撮らせてもらったんですけど、私の目の前にはその池の中に船があって、そこに寝転んで上からなんか撮影していらっしゃる方とかもいて、なんかすごく皆さん映えスポットなのかな、すごい有名な場所なのか、すごく幻想的な写真がいっぱい撮れる場所でしたね。一本道がつながってて、その先かその途中かで撮ってるんですけど、一本道を本当まるでランウェイかのように歩いたりとかしたかな。でしたりスキップしたりして、でも観光客の方もすっごくスタスタ歩いて、それをムービーに収めてる方とかもいらっしゃって、あ、なんかまさにだって思いましたね。私は見ながら、あと美味しいご飯もそこで食べました。食べて撮ったんですけど、私はエッグベネディクト食べました。タイでエッグベネディクトってあれなのかな、まれなんですかね、だから、まあ、あれなんでしょうね、なんですけど、すごく美味しかったです。味もエッグベネディクト好きなんだ、そうエッグベネディクトね、すごい濁点多いね意外と、うん、ね、あ、タイっぽくない、あ、本当ですか。でもめちゃくちゃ景色が、人もすごく、まあ、有名な場所だったので多くって賑わってて、で席とかもソファー席とかもあって、すっごく可愛らしい場所でした。うん、ネックベネディクト言いたいだけだ。そうですよ、はい、あ、サンマ、あ、ありがとうございます、嬉しい、赤も似合うね、嬉しいです。そう、赤も好きなんですね実は、しかもワンピースなんで、ありがたいですよねワンピースって、一枚で一件落着しちゃうわけですから嬉しい。こんばんは、
落ちないでくださいね。落ちないですよ、さすがに。私だってね、限度があるんで、うん、何でも似合う。あ、嬉しい、そう言っていただけたら。本当いろんな衣装も着させてもらったので、それも写真集楽しみにしていただけたらなって思いますし、そう、なんか先輩のね写真集、私も歴代の先輩方のとか同期の写真集もいっぱい持ってて、お部屋にすぐ飾ってたりするんですけど、こう見てよし今日も元気頑張ろうって思うこともいっぱいあるので、皆さんにもそう思ってもらえるような写真集になりたいなと思って今回作ったので、うん、元気が出ると嬉しいですね。うん、じゃあ次いきますか。お、来た、じゃん、こちらです。これは一番最初の先行カットで、さっきの赤のワンピースと一緒に公開されたと思うんですけど、どうですか？私はこの雰囲気がすごく大好きなんですけど、これはなんとお散歩のようなことをしている時に偶然お花を見つけて、あ、ここで撮ってみようかって言ってくださって、まるで髪飾りかのようなに撮ってくださったんですよ。どうかな、ピンクのお花ですよ。いつもと雰囲気違うね。ね、違うね。なんか口角も上がりつつの写真ですけど、私あんま下がることないかないけどそう、これはお嫁さんみたいだよ。本当、見方によるとそうか、そうか、嬉しいな、ありがとう。今日の髪型と似てますね。あ、確かに似てますね、お揃い。嬉しい、このシンボルかのようにこの髪型を、うん、そう、素敵にヘアメイクもしていただいて、メイクさんとのお話も楽しかったんですよ。メイクさんもすごくサファッとしていらっしゃる方で、お話しするのがすごい楽しかったです。今回の写真集で初めてご一緒したんですけど、カメラマンさんもメイクさんも衣装さんも今回初めて写真集でお会いしたんですけど、本当に皆さんユニークな方だし、すごい面白いし、お話上手だし、なんかメイクさんと衣装さんは一緒にいる時間がすごく長かったので、3人ですごいわちゃわちゃお話ししたりとかするのも楽しかったです。うん、目が綺麗。あ、嬉しい、ありがとうございます。なんか自分ではそんなになんか今までコンプレックスだなって思った時もあったんですけど、目とかすごく褒めてくださったりすることですごく自信にもなるし、あ、なんか嬉しいなっていう気持ちにもなるので、ありがとうございますそう、楽しかったんですよね。終わってほしくないなってすごい思いました、写真集でバイバイする時最後。お肌綺麗？本当？本当ですか？嬉しい。お肌のケアとかね、頑張ってました。頑張ってます。乃木坂入ってあまりにも皆さん綺麗だから、私ももっと可愛くなりたいってすごい思ったし、私の中ではそのファンの方、応援してくださる方と出会って。私を応援しててよかったなって思ってもらえるようになりたいなっていう目標が本当ずっと根っこにあるので、それをはずっと変わらないものなので、私なりにですけど頑張りました、うん、そうなんです。骨格が好き？そんな嬉しい、ありがとうございます。骨格ってね、人それぞれなのに嬉しい。日焼け対策したの？あ、してくれました己のせいって感じですけど、うん、してくださいました。日傘とかも貸してくださったりとかしましたよ。うん、本当に大爆笑間違いなしの写真集ってそんな笑うとこないんだけど、笑うとこ、あ、でもまあ人によりけり、そこで爆笑する人もいるだろうし、という写真もあったら嬉しいですね。うん、首長い、あ、そうですか、ありがとうございます。
皆さんのお気に入りはどれですか。今、うん、1,2,3 枚このポスターカードをポストカードでポスターを含めて3枚こう繰り広げられましたけど、皆さんの お気に入りはどの写真になりますか。ぜひ教えてください。皆さんがどういうのが好きなのかも知りたくなります。全部好き。すごいじゃん。そんなこと言っちゃう人。ポスターがセクシーすぎて、お、本当？嬉しい。そうか、私にもセクシーというものが身についてきましたかね。嬉しい。これからポスター好き？嬉しい。選べないよ。特典ポスターの、あ、そう、この特典ポスターの衣装も私あんまりピンクのイメージないと思うんですけど、だし、まあ、ミニスカートはよく、まあ、着るんですけど、あんまりこのピンクでザ女の子らしい感じの、それこそふわやかな感じの衣装は、これふわやかじゃないですか。私にとってはふわやかなんですけど、めちゃくちゃこれ好きな衣装ですね。髪の毛もニュアンスだから、すごいなんかふわっとしていただいて、そう、どうだろうか、なんとなくわかる。おお、なんとなく分かってきた。ふわやかがよくぞいらっしゃってありがとうございます。ふわやかだよ、セクシーだけど品もあるのよ。え、めっちゃ嬉しい、それありがたい。品っていうのは大事にしたいなって思ってるので、嬉しい。おばあちゃんが言ってました、品よくね、品よくねって小さい頃から言ってたので嬉しい、うん、なんだかんだ今日のなおが一番好きかな。ありがとうありがとうございます、嬉しい清楚な感じもある。本当嬉しい。なぜか笑いが止まらない。どうした、大丈夫ですか。ドヤ顔です。あっという間、もうあともうすぐなんだ。あっという間、寂しい。もっと話したい。寂しい。ポスターにサイン入ることはあります。ポスターにサイン入りますっけ。入るかな。サイン入ります。サインとコメントがプリントされますので、皆さん楽しみにしていてください。私の初期の頃からのサインですから。表情豊か、本当ですか。表情筋が鍛えられてますね。ありがとうございます。サインとコメント楽しみ。いい、予約したよ。ありがとうございます。嬉しいな。じゃあちょっとあと時間も残り少なくなってきたので、写真集に関する質問を答えたいと思います。皆さん、じゃあ違うごめんなさい、なんかすごいなんかびっくりした。じゃんじゃか送ってくださいね、やめて、高ぶらせないで私を、涙出ちゃうんだからアンガールズ違う、ほんと高ぶらせないで、やめて。一番印象に残ってる撮影は、一番最初にした撮影もそうですし、なんかなんだろう、夜もあります。夜っていうか夕方頃もありますし、本当にまだ公開されてないんですけど、これから公開されると思うので、その時にじゃあ教えますね。これ実は一番印象に残ってるんですっていうのを言いますね、そう、私の感情を高ぶらせないでね、本当に撮影中一番高ぶったエピソードなんだろう。まあでも今後本当公開されると思うので言いますね。でも本当、飛行機も乗っちゃって、機内食食べたんですけど、パンめっちゃ美味しかったんですよ。めっ
美味しかった。マネージャーさんの分もパンもらっちゃったもんね。二人分食べちゃった。質問待ってます。うわー、これ答えたいなって質問いっぱいある。込み上げてくる乃木坂へね、乃木坂大好き。乃木坂が好きで私は乃木坂に入ってきたのでね、乃木坂になりたいっていう夢がありますんで。お姉ちゃんさんお腹空いてるよ。だったらごめんなさいっていう。うん、アマゾンとか楽天ブックスとかセブンショッピングとかの予約もあるな。あ、あります、あります。そこでもね、ありますので、ぜひぜひ予約してみてください。私も高山さん推しです。高山さん私も推しです。嬉しい、一緒で。新春の話いつもらった、あ、そうですね、そのまあ時折、うん、時折もらいました。限定表紙の分は注文済ませました。あ、ありがとう。表紙もね、あの早く言いたいです。あの自信満々な、本当皆さんに早くお見せしたいって思えるような表紙が出来上がりましたので、ぜひぜひ、うん、見てくださいね、うん。ポスターどこに貼ればいいですか。あー、そっか、どこだろう。まあ普通だったら壁だけど、まあドアとかも全然ありだし、まあ人によっては天井とかもありだし、人によってはね、ありだし、あとは机とか、そんな大きい机あるか分かんないけど、なんか私は幼少期はこういうプラスチックの、プラスチックっていうか透明のシートに先輩方を挟んで生きてきたので、私もなんかぜひ挟んでいただけたら嬉しいなって思います。うん、あとはね、対面ね、対面できたら嬉しいじゃん。嬉しい。何冊買えばいいですか。それはもう おのおのですけど、ご自身の範囲で。嬉しいです。その何冊買えばいいですかっていうお気持ちだけで嬉しい。ありがとうございます。あ、そっか、もうバイバイだ。いい、ということで、あっという間にエンディングです。今日すごく楽しくて本当に夢のようでした。終始皆さんとご一緒できてすごく嬉しかったです。ということで、スクショタイムしたいかなと思います。どうしよう。何のポーズがいい、何のポーズがいいですか。何のポーズがいい、え、ふわやかポーズ、なんだろう。なんだろうね、どや、にゃんにゃん、はい。ということで、あの皆さん改めて今日はありがとうございました。本当に宝物のような、あの一冊となっていますので、皆さんのお手元に届くといいなって思っています。画面のカートボタンを押してショップルームにて写真書を予約していただくと、特典としてこちらのポスターを漏れなくプレゼントさせていただきます。こちらの絵柄の特典は今日限定ですので、ぜひお早めにご予約ください。はい、というわけで、ハッシュタグも皆さんありがとうございました。すごく嬉しかったです。ということで、あ、感想はまだまだ投稿してください、待ってます。ということで、あ、20時までポスター付き予約できますので、今日限定なのでぜひぜひチェックしてみてください。新芽でもやってみてください、新芽ポーズ。では最後までご覧いただきましてありがとうございました。良い一日を。